玉よりネーム白黒姫様からいただきました、はい、ヒーローのかけらで一番好きなセリフとは何ですか。好きなセリフ、はい、その急に言われても好きなセリフいっぱいあるよ、いっぱいありますけど、でもやっぱり言霊を叫んでるのとか好きだな。あー、はい、そうだよね、シンジはね、すごい気持ちいいですね。俺はなんだろう、一番好きなのおかえりっていうセリフが一番好きなんですけど。あ、焼きそばパンじゃないんだなわけないか。そうね、焼きそばパンはねセリフじゃないからね。 あれは心の叫びだからちょっと違うんだね、セリフとは。ちょっと違う、ちょっと違う、うん、おかえり。あと自分の演じてる役の第一印象ってなんかありました。第一印象ってだってもうそれこそ6年以上前の話ですけど、すごい綺麗な男の子だなと思いましたよね。あ、全体的に絵も綺麗だったけど、うん、こんな超美少年じゃないですか、うん、そうですよね。どういう声が入るんだろうって思いましたね。あ、俺が演じるんだって。おーい、どういう声が入るんだろうって。それはでもあんまりなんかこねくり回さないでやりましたけどね、最初、うんうん、いや俺は台本いただいた時に第一印象が、うん、びっくりマーク、おでしたよね。ずっと叫んでますもんね、それは未だ変わらず、うん、変わらず6年経っても未だ変わらず叫び続けて、エクスクラメーションマークだらけっていうね。